はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビージです。では今回は信長の野望大使パワーアップキット徳川家康編続きをプレイしていきたいと思います。信長が義元を破った後、弱体化する今川家、これを見るや今川家に侵攻を行って完全にこれを壊滅滅亡させることができたというのが前回までになります。なんでもうすでにね、今川という家名は存在しない状態です。一方で織田信長、武田信玄との同盟は固辞固くね、維持していきたいというふうに思っています。そうするとですね、ご覧のように家康は次に領土を拡大する場所がないという状況になりますので、そうであれば国内のね、内政をしっかりやる、国力をつけるというのも一つの手ではあると思うんですけども、このゲームはとにかく領土を広げたもん勝ちというのがありますので、今回は侵攻を新たに行っていきたいというふうに思っています。要は戦争を仕掛けるということですね。その侵攻先なんですけども、いくつか候補はあるもののですね、現実的に、行うのであれば、やはりここ、北畠ですね。伊勢湾を渡る、渡海して北畠家に攻略戦を仕掛けていこうというふうに思っています。で、外交はですね、本願寺に対して、たびたび一向一揆を仕掛けられて苦戦する状況ありますので、本来だったらね、本願寺、潰すことも考えたいところなんですけども、直接攻撃ができないというのもありますので、そういう意味からもですね、まずは伊勢に上陸、北畠を撃破して、この後大阪攻略というのもね、視野に入れていきたいというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。兵力であればですね、北畠単独であれば十分にこちらが勝てる戦力になっていると思うので、ある程度の兵力が溜まったらですね、すぐに戦争を開始していきましょう。さて、信長ですが、これは岐阜城への改名イベントだと思います。もともとね、岐阜城は稲葉山城と呼ばれて、斎藤家、道さんとかが、その居城としていた城なんですけども、信長が美濃を攻略して、稲葉山城に入った後、ここをね、岐阜城というふうに改める、そういうイベントかと思います。信長が安土城に移るまで本拠地として長く使われる城となりますね。まずは信長の岐阜城改名イベントをご覧いただきました。こちらも北畠家攻略の、準備に早速着手していきましょう。信長の岐阜城改名イベントに続いて、今度は足利義輝関係、室町幕府関係のイベントですね。まず最初、13代将軍義輝が暗殺された後、出家してきた弟義昭は漢族、幕府再興を目指していたということで、イベントをスタートしています。こちらもせっかくなので見ていきましょうか。こ
このね、義明の、まあ、動向というかね、動きに関しては、昨年のタイガードラマ、麒麟が来る。光秀が主人公のドラマだったと思いますけども、この中で結構詳細にね、書かれていましたよね。そしてこちらにいる藤高。これは、まあ、初期の頃から、義輝、そして義明の側近だった武将です。まあ、文武両道という意味では、このね、信長の野望の中に出てくる武将の中でもトップクラスのパラメーター、持っていると思います。まあ、政治面、あとは戦争におけるね、統率力だったり戦闘力、そういったものが秀でている武将ですね。そして、明智十兵衛光秀、ついに現れました。このイベントの中でも藤高が文武両道であることがここに書かれていますね。当代一の文化人であるだけでなく、その合力でも知られる武芸の達人でもあった。まあ、そのね、藤高が光秀を褒めるということなので、光秀の戦闘力、政治力ともにね、これもまた信長の野望の中でトップクラスなんですよね。はい。幕府関連のイベントをご覧いただきました。続いて、板部岡公説祭が来ましたね。北条家の外交層ですね。親善ということなので、まあ、これは受けておきましょう。まあ、ただ、あまり北条と仲良くしすぎると、武田とのね、仲がこじれてきますので、まあ、そのあたりはバランスを見ていきます。さあ、ではですね、少し兵力不安が残る部分ありますけども、また、本願寺から、一向一揆を発動されるとたまったものではないので、その前に、戦線を布告、北畑に攻め込んでいきましょう。まずは、戦線の布告です。北畑その当主、友則かな。戦線を布告です。北は武士の誇り、見せるは今ぞ。さて、六角は、北畑に着く。わしが力になろう。信玄、信長はこちらについてくれますよね。ただし信長はどうだろう。今、六角を攻める余裕はなさそうですかね。なので、このまま行くと、まあ、ちょっとあまり考えたくはなかったですが、北畑と、六角、この二つの相手をしなければいけないかもしれませんね。できれば野戦でね、一度敵を撃破しておきたいところにはなりますが、ま、鳥羽城の攻撃、城主北畠智則、北畠家当主、ここをまずは撃破していきましょう。総兵力、1万で出陣していきます。出陣する武将ですけども、
そうそうたるメンバーですね。家康、二千、忠勝、千、それに四天王の忠津、康政、このあたりも出陣ですね。さらに、岡部元信、信虎、森綱、このあたりも出撃です。では、早速、軍勢を率いて、伊勢に上陸していきましょう。出陣する！今、5月なので、まあ、兵糧がね、少し、心配な面あるところではありますけども、兵糧がね、入ってくる月、9月になりますので、そこまで、まずはね、頑張っていきます。さて、では、鳥羽城に到着。まずは、ここを、うまくね、短期間で、取っていきたいところですよね。攻め口は一つですね。なので、まあ、自動無人で行きましょう。まあ、兵力温存したいところですが、強行で行きます。出発敵面。仏の怒りを恐れなさい。一向一揆、やっぱり発動してきましたね。戦を仕掛けるタイミング、もしかしたらちょっと早かったかなという後悔もありましたが、ここは、タイミング的にはバッチリでしたね。はい。鳥羽城、本丸、ここを取りました。今、8月なので、まあ、このままですね、北畠に関しては、領土を侵食していきましょう。残りの城も全部取ります。さあ、北畠が出陣してきましたね。ここは、これを迎え撃ちましょう。対米、大義名分、戦意上昇。これを使って、一気に、北畠と決戦で決着をつけていきます。まあ、戦場をどこにするかというのはありますけどね。当時戦場をどこにするかというのは、まあ、ある程度、まあ、決まっていたというかね、想定されたものがあったという話のようなんですけども、まあ、ここはあえて奇襲、松ヶ島城に攻撃を仕掛けていきます。決戦の指揮、もちろん取っていきます。まあ、兵糧に不安がだいぶありますが、なんとかここは勝利していきたいですね。国州将兵使ってるのか。国州将兵はね、部隊数はともかく兵力数がアップするっていう、特性のあるものなので、まああまり歓迎するものではないですね。さあ、こちらはですが、どこでどう戦うかだな。まあ、作戦としては、本陣切り込み、これは絶対に入れたいですね。あとは罠。まあ、いい、やっときますか。あとは鉄砲水がうまく効けばというところですけど、ちょっと効かせられるようなところは、なさそうですかね。さあ、ではご覧のような設定でいきます。まず作戦は本陣切り込みですね。で、罠は埋尾と泥沼。これをね、用意してあります。では、早速、合戦に入っていきましょう。まずは、こちらの罠にはめたいところなんで、部隊を動かしておいて、罠の近くに、陣を張り直します。敵は1万1000ですね。まあ、敵の方が数が多いという点は、重々にね、承知しておきたいと思います。敵の居所。忠次をちょっと敵の後ろに回り込ませます。まあ、これがうまくいくかどうかわからないですけどね。お互い、動く気配がないので、ここで、忠次を、敵の、陣太鼓なんかのね、破壊に向かってもらいます。さあ、智則がいる場所が分かりましたね。敵の居所、知れました。智則の居場所が分かったので、まあ、これだけでも、どうだろう。忠次を動かした価値あったかもしれませんね。さあ、では、敵も動かないと見て、こちらは少し陣を前に出しましょうか。さあ、行こうぜ。で、敵とぶつかる直前に、家康の三河魂を発動して、一気に、こちらにね、戦況が有利になるように、戦っていきたいところですよね。ご命令、始めるぞ。さあ、一
向に敵が動く気配ありませんので、こちらは北畠智則がいる場所、知れました。そこがどこか確実に分かっているので、智則がいるここに突進を仕掛けていきましょうか。これで終わらせる。では全軍北畠智則の本陣めがけて出撃していきましょう。三河魂を発動。この乱世を終わらせる。ゲチオ、ゲチオ、さあ行こうぜ。ゲチオ、全軍突撃。始めるぞ。覚悟せよ。智則の本陣めがけていきます。始めよう。この戦狙うは北畠智則、覚悟しろ。その本陣ただ一つというところですね。覚悟せよ。全軍出撃。切り込め。やりたい。前へ。切り込め。本陣切り込みです。智則の本陣をただひたすら目指しましょう。よかった。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。さあ敵も全軍突撃使ってきましたね。これは大混戦になるぞ。我が破れるとは。よかった。私とて負けられぬのです。やりたい。前。智則の本陣、ここをただただついていきます。よし、北畠の本陣をつくことができましたね。敵が横に広く、まあ言ってみれば角翼の陣を引いている状態だったので、あえて中央突破、智則の本陣をつくという作戦で戦ってみました。それで北畠軍を壊滅させることができています。過たるは及ばざるがごとし、ここまでにせよ。ではこのまま松ヶ島城の攻略に入っていきたいところですよね。さて2人捕獲してますが、これ見逃します。北畠もね、武将全部召し抱えたいなと思ってますので解放します。さあこのまま北畠の攻略を進めている中ではありますが、武田との同盟切れか、ちょっとバッドなニュースですよね。ここは先に武田との同盟の回復、これを行いましょう。ちょっと迂闊だったのが、同盟が切れるよっていうサインを見逃してたんでしょうね。松ヶ島城は取っています。さあこのまま松ヶ島城を取ったらですね、あ、ワケベが投与できるな。ワケベだけでも投与します。そしてこのまま御所になだれ込みましょう。片付けない。御所も兵力数、まあほとんどいない300という数ですね。出陣する。桐山御所も取れましたね。難なく取れました。このまま長野城、ここ北畠最後の戦力ですね、これを撃破して完勝したいところですね。さあこの長野城ですが、一度ちょっと自動布陣で見ておくと、包囲で46日か、強攻で42日かかるのであれば、どうだろう、包囲で46日間かけてじわじわと兵糧攻めにしていきます。北畠から交渉の申し出、まあこれは停戦だと思いますけども、どうしようかというところですね。北畠、徳川家への心中の申し入れ、滅ぼすか残すか、まあここはじゃあ心中を一旦受け入れましょうか。はい、では今回ね、目標としていた北畠の攻略完了していますので、一旦これで次の目標というのを決めるために国内に戻って、まあ武将の再配置だったり兵力の再配置だったりっていったものをしていきたいと思います。この後はまず武田とは同盟を回復したいので、
武田との同盟を回復した後ですね、やっぱり本願寺がですね、たびたび一向一揆を先導してくるので、まあそれをね、完全に抑え込むために、本願寺に対して攻撃を仕掛ける、まあつまり大阪に登るということをやっていければいいのかなというふうに思っています。では今回はここまでさせていただいて、次回ですね、その模様をお伝えできればいいかなと思います。